ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。はい、今日も日向祭り始まりました。高則さん、ピロンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今月29日に NGT48 初のアルバム未完成の未来が発売されます。 NGT48 がリリースする初のアルバムということで、皆さんどうぞご期待ください。はい、はい、ということで、今週も NGT48 のメンバーが来てくれています、うん、この番組を放送している長野県の出身のメンバー、安藤千佳奈ちゃんです。やった。はい、日向祭りをお聞きの皆さん、こんばんは。 NGT48 の安藤千佳奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お久しぶりです。あの、千佳奈ちゃんは前回、はい、あの日向祭りに出てくれた時には、うん、オピメ祭り、中井梨花ちゃんが私の席 で、はい、変わって出てくれてた時で、だから私は千佳奈ちゃんこの番組で初。そうなんです。初めてなんです。この組み合わせは初ですね。そうなんです。ワクワクしてます。いや、でも再びの千佳奈さん来てくれてよかった、はいはい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。さてさて、今日はいきなりですが、ここで1曲お聴きください。今月29日発売の NGT48 のファーストアルバム未完成の未来通常版タイプ B には、なんと私本間ひなたのソロ曲が収録されています。ひなた祭りで音源を地上波初公開します。それでは聞いてください。 NGT48 本間ひなたで好きなんて。ワン、ツー。 NCT プレゼンツひなた祭り。ひなた祭りをお送りしています。お相手は NGT48 本間ひなたと安藤千佳奈と日向貴則とピロンです。さて、この時間はリスナーのあなたからのメッセージをご紹介します。はい、それではいきますね、はい、神奈川県横浜市、ラジオネームアイナンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。日向さん、日向こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。私は学校のサークルでアイドル活動のようなものをやっています。もちろん本物のアイドルではないのですが、ダンスや歌なんかは一生懸命やっているつもりです、うん、今そんなサークルの中でちょっとした意見の行き違いがあります。それはアイドルは歌って踊るのが原点だから、パフォーマンスに力を入れようという考えの人と、とにかく人気が出て話題になるために歌やダンスよりも一人一人が個性を出す活動を軸にしていこうという考えの人に分かれています。私は歌やパフォーマンスがあった上で人気が出ていくと思っているのですが、そこはアーティストじゃないし、そっちで勝負したら私たちなんてかなわないんだからと言われると、そうなのかなと思ってしまいます。でもやっぱりしっくりときません。ぜひ現役トップアイドルのひなたんからのアドバイスをお願いします、うん、トップアイドルかどうかは分かんないですけど、ありがとうございます。どうなんだろう、でも歌なのか、私たちが活動していく中でも、はい、結構メンバー間ではそういう話し合いだったりはすることは結構あります、うんうん、いろんなやり方があっていいと思うんですよ、うん、これは、うんうん、なんか正解は一つじゃないと思うし、うん、どういう風にあの人気が出ていくかっていうのは、そのアイドルさんによってもグループによっても全然違うものだと思うから、うん、なんかこの送ってくださったアイナンさんの言ってることもすごくよくわかるし、うんうんうん、でもなんかやっぱりその技術面を磨くっていうのは自分一人だけでやってもあのダメだから、チームグループでやっているから、そのみんなの気持ちを一つにして一つになった時にようやくそのグループ特有の魅力が溢れ出ると思うんですよ。なるほどね。だからとにかく人気が出て話題になるためには、その一人一人の個性を光らす方が大切だっていう意見もすごくよくわかります、うん、やっぱり そこで面白いなって思ってもらうことが、やっぱり誰かに引っかかったらすごく嬉しいじゃないですか、うんうんうん、でも一つ絶対忘れちゃいけないっていうのは、みんなでグループっていうことだと思います、うんうん、私は、うんうん、その一人一人がグループに所属しているからこそ、そのグループの味が出てくると思うから、なんかそのパフォーマンスを頑張るっていうのにしても、うん、一人一人の個性を輝かすにしても、うんうん、そのみんなで同じグループでやってるっていうことを忘れちゃいけないなって私はすごく思います、うんうん、いいね、なった。さすが。千佳奈ちゃんはどう思いますか、私はアイドルって
何でも嫌だと思うんですよ。雑誌わかるとか、うん、歌番組そういうアイドル活動したりとか、ね、でもバラエティも出たり、うん、で思うんですけど、でも何が好きかって多分ステージに立っているキラキラしたのがファンは好きなんだと思うんですよ。うん、ってなった時に基礎はあのダンスと歌なんじゃないかなって思ってて、そこからこうバラエティに出たりとか、うん、どんなアイドルもすると思うので、うん、基礎をちゃんとしつつ他のことにこう手を伸ばすっていう方向の方がうまくいくんかなってとは思ったんですけど、うんうんうん、でも本当人それぞれの考え方なので、そのなんだろう、意見を受け入れつついろんなことに挑戦していった方がいいのかなとは思いました。うん、うんうんうん、いいね、私もそう思う。素晴らしいね、2人ともすごいね。日向のお二人は、いやもうそれはうちのリーダーがもうバシッて言ってる。いや俺に言います。ピロンちゃんの意見聞かせてよ。私虚無ですから、だってそれ先週あ、そうカイリちゃん、先週のカイリちゃんだ、覚えたてのやつ。それいやさ、その日向で言ったら響いたのが、そのどんな時でもグループ精神っていうのが、うん、やっぱり今日向もね、あの2人組でグループみたいなもんなんで、うん、まず2人組なんでね、やっぱりこう、うん、何をするにも個人の活動してる時も結局日向のことを考えて動くじゃないですか、うん、まあ、それはすごくあの大事なことだと思いますね、うん、あのいくつになったとしても。そうだ ね, ね、確かに、はい、チームのこと考えるのは本当すごい大事大事。その中で個性出せってのはめちゃくちゃ嬉しいな、ね、うん、俺もお前のこと考えてるから、うん、はい、なんだろう、すごく私たちやっぱり世界一仲いい2人組だと思う。そうですよね、はい、そうなんですよ、ね、そこは間違いないと思いますけどね。僕もだからその今ね、近野さんが言った土台がしっかりするってことで安心感にも生まれて、うん、でチームのことを考えて、うん、だその中で楽しさが見つかって、その楽しさがリアルにこう表せられたらいいのかなって思うので、なんか業務的になっちゃうと多分やる気もなくなっちゃうと思うんで、楽しさをこう出しつつなのかなと思います、うんうん、グループだからこそ出る楽しさってやっぱりありますよね、うん、ソロじゃない。ステージの時のそれこそときメッセでヒューってもう全員が出て、お客さん満タンでわーな時の多分すごいキラキラもでしょ、すごかったもん本当に。もうずっと言ってるからキラキラの話、うん、みんなキラキラするんだよね。それはすごいとこだと思います。本当にそうですかね。じゃあひなたがやっぱりあれじゃないですか、そんな、ね、アイナさんにちょっとメッセージ、はい、はい、そうですね、あのみんなでグループ活動をやってるということを、はい、うん、胸にあのみんなの意見を取り入れてパフォーマンスも磨きつつ、もう可愛いアイドル活動をぜひ頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。どこかでお会いできたら嬉しいです。頑張ってください。頑張ってください。ということで今日のメッセージ紹介はここまでです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはひなた@ohbsn.com、BSN ラジオのホームページのリクエストフォーム、または BSN アプリからもお送りいただけます。メッセージを採用された方の中からお一人の方に私たちの直筆サイン入りオリジナルポストカードを送らせていただきます。皆さんメッセージお待ちしています。待ってます。お願いします。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、日向まつりをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と安藤千香と日向貴則とピロンです。さあこの時間は、はいはい、週替わりでお届けする日向と日向のエンタメコーナー。今日はこちらの企画です。長野県の一品をご主人様にご紹介、メイドイン長野きたー。さあ皆さん、大好評につき2回目となりましたメイドイン長野の時間です。この時間は日向祭りも放送中の長野県で生まれたもの、メイドイン長野の素晴らしいものをなんと3人のメイドさんがご紹介してくれます。それでは早速メイドさんの自己紹介です。ちょっと待った、おひなにゃん、にゃん、ひなにゃん、どうしたのかな、どういうことですかにゃん、これは、うん、似合ってるにゃん、この耳はどういうことですかにゃん、おかえりにゃん、うん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 、メイドイン長野はこの耳つけないっていう約束だにゃん、ね、その約束してないにゃん、ね、そうね、これ予定だったんだけれども、はい、これね、あの後
予想以上にこのご要望とクレームが番組内に押し寄せたということで、あら、そんなのなんだって送らないでほしいんや。みんなの愛のメッセージが届いて、うん、ここはこの番組とファンの皆さんのためにも一つひなにゃんお願いします。大人になってにゃんにゃのにゃ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 わん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 にゃにゃわんわん。じゃあ自己紹介をさせていただきますご主人様こんばんにゃん。あなたのメイドのひなにゃんです。村上市出身なにゃん。もうメイドイン長野は長野出身のメンバーでもう全部やったらいいにゃんはい、というわけで、あのでもね今年入って2本ほど舞台やらせていただいたので、うん、ちょっとが頑張ります、頑張りますにゃん、いいにゃんじゃあひなにゃんが一番歌いたい NGT48 の曲は何かな。今日は負けでもいいそうきたね、いいとこ行ったね。じゃあそんなわけで続いてのメイドさん行ってみましょうか。はい、ご主人様こんばんにゃん。あなたのメイドのピロニャンです。新潟県長岡市出身だにゃん。私は長野でも石川でも山梨でも山形でも富山でもないどんとこいだにゃん。よろしくお願いしますだにゃん相変わらずでっかいメイドさんだね。にゃん、耳もなんかでかく見えちゃったな。にゃんにゃん、目なんか起こしそうな感じだったね。にゃん取り出して入れたじゃあピロニャン、ピロニャンが今歌いたいユーミンの曲は何なのかな。迷うにゃん、うん、でもやっぱりこれから夏近いから真夏の夜の夢にゃん。大人にゃん、骨までにゃん。さあ続いて次のメイド行ってみましょうかご主人様こんばんにゃん。あなたのメイドのちかにゃです。長野県三代田町出身だにゃん。私もこういうキャラはどうなんじゃにゃと思うけど、実家には猫がいっぱいいるからまあいいにゃん。なるほど。今日は実家の猫になった気持ちで頑張るにゃん。よろしくお願いしますにゃん。ちなみにこれちかにゃちゃんが今歌いたいこれグレイの曲、これは何かな。あら、嬉しいにゃん。もう嬉しいにゃん。グレイの曲もう嬉しいにゃん。ピュアソウルだにゃん。ピュアソウルだ。ピュアだにゃん。にゃーん。全然低いにゃん。もうちょい上げてにゃん。にゃーん。これみんなたまらないよ多分。にゃん。喜んでるから。そうにゃん。うん、私だけが嬉しくないにゃん。ということで今日は3人一体何を紹介してくれるのかな。はい、うん、今日は長野県のリンゴジュースを紹介するにゃん。おお、そっか、バナ、長野といえば代表する果物、うん、リンゴジュースですね。長野県のリンゴの生産量は青森県に続いて第2位なんだにゃん。うん、今日は長野県生まれのオリジナルの品種、秋映え、シナノスイート、シナノゴールドのリンゴの3兄弟のジュースが私たちの手元にあるんだにゃん。すごい。このリンゴジュースは番組スタッフさんが富士見町アパートメント2022の舞台を見終わった後に銀座にある長野県のアンテナショップで買ってきたものなんだにゃん。いいルートだね。ありがたいけど、うん、力を使うのはここじゃないだにゃん。もう力の使い方を絶対に間違っているだにゃん。時々間違えるにゃんにゃん、うん、愛があるね。でもね、愛があるにゃん、うん、せっかくだから、うん、年功序列ということで、あらやっぱそうだよね。私から飲んでみるにゃん。どう見てもね。ちなみに私が飲むのはシナノゴールドだにゃん。シナノゴールド。シナノゴールド。さすがゴールド好きだね。金好きにゃん。そうにゃん。お金大好きにゃん。いただきます。そっちのゴールドだった。行くだにゃん。頼むよ。うまにゃん。本当のやつ。うまにゃん。うま出たよ。うまそう。どんな感じだにゃ。どう、ゴールド感じる。お金より美味しい。お金より美味しい。味がむずいな。もうちょっと言うと透き通ってる。やっぱ水が美味しいんだね、長野県。なるほどね。だからリンゴを育てる水がそのまんまスーッとリンゴやん。はら、まんまスーッとリンゴ。美味しそう。そう、甘みの方が強いんだにゃ、うん、甘みが結構しっかり強いにゃ。うん、なるほど、うん、飲んでみたいですね。続いてチカニャ行きます。はい、では私安藤チカニャが
シナノスイートのジュースを飲んでみるにゃん。シナノスイート。はい、いきます。おお。なんだろう、なんかスイートっていう名前があるだけにもう本当にがっつり甘い感じがしますにゃん。両方甘いんだけど。はい。なんか飲んだ後にこう口に甘さが広がる感じですね、うん、はい、お、じゃあ続いて最後ひなにゃ行ってみよっか。はい、じゃあいただきますにゃん。ひなにゃのが秋映えを飲ませていただきます。はい、はい、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいにゃん。あの甘みはごく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 飲める感じで、あの舌触りは結構サラサラね。なるほどね、サラサラ系で、なんか秋葉え酸っぱい、なんか酸味が強いって聞いてたんだけど、そんなに酸っぱさはあんまり感じないんだにゃん。なるほど、うん、すっごく美味しいにゃん。飲んでもらったところから、はい、早速恒例のメイド3人によるチャレンジコーナーです。ん、これから3人には様々なお題に従って、今日のメイドイン長野の一品リンゴジュースをアピールしてもらいたいなと思います。 お待ちかね、最初のお題はあいうえお作文です。出たにゃ。長野で始まる。長野、そう、この文字で、長野の文字でリンゴジュースを PR していただきましょう。さあ早速皆さん手を挙げて、お、ピロナ早かったな、手が上がったピンと毎回ここね、お願いします。いくだにゃ。な、何杯だって、が、ガブ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 の、飲めるよ。おーおー、いいね、なるほど、いいね。続けて、お、いったいった、ひなにゃんの手が上がってる。え、ちゃんと膝にあるにゃん。行ってみようか。わかりました、行かせていただきます。シンプルにね、はい、なんとがガッとの飲めちゃう。なんとガッとあれ、なんとガッと飲めちゃう。日向祭りでニャンニャン似てきたね。結構むずいだにゃん。なんか、お、そんな中でチカニャちゃんの手が上がった。猫だから手はないにゃん。あら、ピーンと上がってる。これ2つ手、耳だにゃん。あら、あらら、両足に見えちゃった。じゃあ行ってみよう、チカニャ。名前の通りがっつり甘い飲み物。おー、なるほど、まとまってる。いい、ね、みんなまとまってるじゃない。うまい、名前の通りがっつり。そうね、うん、確かに。これはなかなかいいんじゃないですか。スイートです。さあ続いてはリンゴジュース神経衰弱です。よっ、 お待たせしました。先ほど3人がやってくれたこの食レポ、ちゃんと覚えてるかな。うん、はい、味の方はイメージしてもらってる。大丈夫か、はい、大丈夫ですかね。これから3人には先ほど自分が飲んだものとは違うリンゴジュースを皆さんの前に置いてあるんですけども、そちらを飲んでもらいます。なるほどにゃ。でそれを飲んでみて、そのジュースは先ほど誰が飲んだのか、誰が飲んだジュースなのかを当ててもらいます。うん、でしょ。でこれね、3人で協力し合って一つの答えを出してください、うん、これはこれ、これはこれで、うん、なので回し飲みだけは禁止ですね、はい、なので見事正解すると商品があるので頑張ってください。ほら、何もらえるんや。高級リンゴジュースです。わ、欲しい。でしょう、飲みたい。ではメイドさんたちの紙コップに入っているリンゴジュースをそれぞれ飲んでみてください。いただきます。いただきますにゃん。全然違うんだ。全然違うんだ。違うんだ。わからないや。私は多分シナノゴールドを今飲んでるような気がしています。マジか。ニャニャが飲んでるの、それ番号が3番。はい、3番がシナノゴールド。めちゃめちゃなんか濃厚甘いっていう感じではない、うんうん、
かなって、シナノスイートの。そういうことか、うん、じゃあピーマン、でもこっちも結構さっぱりしてるな、うん、割と。え、時間にゃんの飲んでるやつはなんか口に入れた時にちょっとすっきりしてる感じはあるな。じゃあ、まあ酸味というか、でも甘さもあるみたいな。甘さもさあ、うん、難しい、いかがかな、ね、じゃあそろそろいいかな。はい、はい、はい、じゃあまずはピロニャンから順番に発表してもらいましょう。まずピロニャンが飲んだリンゴジュースは、はい、私が飲んだのはチカニャの飲んだシナノスイートだニャン。なるほど、うん、ではちかにゃちゃんは、私が飲んだリンゴジュースはひなたさんが飲んだ秋葉えだにゃん。なるほど、では最後にひなにゃん。はい、私が飲んだリンゴジュースはピロニャが飲んだシナノゴールドだにゃん。にゃん、おお、さあ悩みが、大正解だにゃん。回答が揃ったということで3人の答えは大正解です。やったー、この神経衰弱大成功。嬉しい、素晴らしい、ゲットゲット、おめでとうございます。イエーイ、これ見事に正解したメイドさん3人には長野から直送のリンゴジュースをプレゼントします。いいコーナー、嬉しい、嬉しい、いいコーナー、いいコーナーにゃ、いいコーナーでしょ、いいコーナーにゃ、最高最高最高、さっきとは全然違う喜び方してる。一番喜んでるじゃん。めっちゃ嬉しい。長野リンゴ、やっぱり素晴らしいバーを持ってますね。全部美味しかったね。ってことなんですね。そういうことにゃ。みんな悩むぐらい美味しいっていうことなんだね。うん、いや素晴らしい。ということで、メイドのひなにゃんとピロにゃんとチカにゃ、こちらの3人から今日は長野といえばリンゴ、リンゴジュースを紹介してもらいました。メイドのひなにゃん、ピロにゃん、そしてちかにゃちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。にゃんにゃん。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ、ひなた祭り、ひなた祭り、お送りしています。お相手はひなた貴則と、同じく日向ピロンと、 NGT48 の本間日向と安藤千佳奈です。さあ、あっという間にエンディングのお時間となりました。はい、というわけで、はい、やりましたね、おめでとうございます。すごい、ゲットしました、リンゴジュース、高級リンゴジュース、ボリューム満点ですよ。ひにゃにゃやったね、このコーニャ、もう超嬉しいです。だってさ、普通だったらエンディング耳外さないってこと、予報だよこれ。嬉しいだにゃ、忘れてた、嬉しすぎて、それだけの喜びが表されている。いやでも本当美味しかったにゃん、これ。すっごい嬉しい。こうやって見たって色なんてそんな変わらなそうな気がする。そうだにゃ、うん、よく当てたね、当てたにゃ、ね、スタッフさん悔しそうでしたね、ね、当てて、はい、しめしめで外れたら当てられたのに。いや面白かったですね、うん、楽しかったな。ちかなちゃん今日どうでしたか。いやなんかこう日向さんと、うん、なんかラジオするのが初めて、確かに、そうなんです、活動の中で多分初めてになるので、うん、ね、なんかこう、意外となかった、なんか新しい発見というか、うん、日向さんなんか可愛いなって思いながら隣で、うん、見てました。いや可愛かったね。でもなんかその初めてな気が全然しなかった。確かに、確かに、うん、本当ですか、うん、チームワーク相性良かったからね、うん、なので皆さんもこの模様はぜひ今夜の11時からケーブルテレビの NCT のコミュニティチャンネルでご覧いただいてください。タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。 NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブ配信もありますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで日向祭りお別れのお時間です。お相手は NGT48 の本間日向と安藤千佳奈と日向貴則とピロンでした。バイバーイ。